じゃあちょっと今日時間が北のファンクラブみたいになっちゃったんで、ね、そうですね、もうやばいですね、そうそう。お題と課題みたいなのを出すとですね、はい、お題と課題、ありがとうございます。あのね、ヒップホップのダンスって、うん、昔と今何がレベル変わったと思います？あれ今だったらちっちゃい子供でもね、すげえ昔のプロ以上に踊ってるんですよ。うん、映像が見れることじゃないですか。映像が、まあそれもあるんですけど、その技術的なものが変わってます。昔のダンス甲子園、山本太郎みたいなやつらと、こっからちゃんと踊ってなかったですけど、あの時のエールブラザーズみたいなのと、うん、あの今の人たち何が違うでしょうって。これはね、ちょっとバキ理論でもあるんですよ。まあ、N 沢のボディークレーター理論でもあるだろうというのがありますか。本当ですか。うん。まあ、多分当たり前の話、まあ、今のそういう業界の人からすると当たり前の話をただ聞いてるだけなんですけど。その、できる理想像が高いってことですか。ああ、まあ、それもあるかもしれないけど、もう全然普通で、うん。他のダンサーたちって棒みたいな踊りなんですよ。ああ、はいはいはい。で、今のダンサーの人たちって、その体の部位のその細かいところもちゃんと意識して動いてるから、うん、そのくねくね感が違ったりとか、なるほど。そう、体の動かし方が全然細かいんですよ。丁寧だってことですね。キレがあるみたいな感じなんですね。うん。だから、その、なんかウェーブってあるじゃないですか。手をなんか広げて、こう、くね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 って入れる。はい、あれもその入れる場所がちっちゃければ、カクカクカクにしかならない。ロボットダンスみたいな。その意識する場所がいっぱいあれば16個ぐらい動かせばくねくねの方が違うわけじゃないですか、うん、あのグラフィックとかとも同じですよね、うん、線がちゃんと滑らかになってるかどうかみたいなと同じで、うん、それ認知も同じなんですよ、うんうんうん、実はそれね、あの結構専門的なお話なんです。私の持論ではなくて、うん、認知のそのシステムって2つあるんですよ、うん、あの私あんま知識ないから専門用語わかんないですけど、うん、ヒューリスティックとなんとかかんとかってのがあるんですよ。これ私は自分の覚え方で覚えてるのはただ鈍行列車か快速列車かとか。あ、で、その体がきめ細かい方が鈍行列車なんですよ、うん、だって各駅だから全部止まってくるじゃないですか、うん、で雑なのは早いけど快速列車じゃないですか、うん、早いけど雑なんですよ、うん、でこれ慣れてくるとその快速列車を使った方がいいですけど、うん、自分の癖とか握りしめがあるとずっと毎回その快速列車だと毎回同じダメパターンに陥るじゃないですか。確かに確かに。だからその快、あの、各駅停車にさせたいんですよ、認知を。それできてから、あの、快速とか。うんうんうん。ちょっと N 座言ってみて。あの西武線だと何あります？各駅と快速と。特急。特急とか、そうそう。だそういう。何でやらせて。これ、言ってみての意味ありますこれ。あの、今はちょっと意味なかったんですけど。びっくりしました、今。ちょっと今、羊が乗り移ってたんですよ。なんだっけな。早いかどうかは自分でコントロールできるんですよ。あ、でもそう。これは、一回止めるみたいの方が技術なんですよ。うんうんうん。意図的に止め、自分の中でコントロールして止めるってことですよね。だからもう、N 沢はあそこまで行っちゃってるんですよ、うん。あの、高田の馬場から西武新宿線乗ると、次、もう、あの、拝島まで行っちゃってるんで。だいぶ行ってますね。もう行っちゃってるんですよ。行っちゃってるんですよ。うん。うん、もう、あの、下落合で止まる、あの、下落合あるかどうか知らないけど、うん、隣の駅でピッて止まれるかどうかっていう訓練なんです、これ。わかりやすい。それを。うん。だから。つなげてもらえるとすごくわかりやすいですね。だからその、なんか、つか常に認知ですよ。今話してんだってこれ、N 座なんか認知してるんですよ。うん。それを反応とか認知する前に、今、あ、俺、これチャンスだと思ってる、ピンチだと思ってるとか、うん、うん。それを観察してほしい。それがウーダループなんですよ。うん。ここが観察ですから。うん。熱い。だから、いつもめんどくせえ客くんなってなって、うん、その入りあるとするんじゃないですか。うん、こんにちは、みたいな、うん。じゃあ、このトレーニングやってみましょうか。その時いつもそいつがなんか言い訳とかするわけですよ、例えば。うん、その時に、もう、うん、もういつもやってるパターンだから、うん、お母さんもそれ反応分かってるんですよ。うん、今日もなんか、あげあげでいきましょう、みたいな。
ちゃーみたいなこと言ってごまかすみたいな、その時間があるとしたら、いや、ちょっと待って待つと。これ、ハエ島ついちゃうから、うん、落ち合いで止まるために、なんかその、あ、なんか、これ誰んすよねって言った時に、でもういつもエルザワのハエ島だったら、やっちゃいましょうで終わりなんですけど、うん、ねって言った時に、違うこと言えるかってことですか。うん、なるほど。違う、あの、いつも違う対応できるかってことですね。じゃあ、水ちょっと一杯の飲んでから行きましょうかって。うん。とか、あの、だるいっすよねっていつも あっちが言ってきたときに、うん、なんて、こう、違う返しができるか。うん。で、それ、これ違う返しができるかどうかまでやれば認知できて止めてられるんですけど、うん、これ、簡単に言ってますけど、もう、気づかないうちに、誰にするやっちゃいましょうみたいなの終わってますから。だから、ハイジマついてることさ気づいてないんで。確かに。だかそれを、すげえ細かくやるために、うん、夫婦ファミリーがいつも言ってる一番大事なことは何でしたっけ？もう常に、これが大事だとずっと言ってる。諦めないで。それも言ってますけど、疑うでしょ、これ。そうですね。疑うです。疑うです。観察イコール疑うですか？だから、あの、万華鏡シャリンガンにハマってる人と同じなんで、うんうんうん、ずっと、あれこれ、またスルーしちゃって、ハイジマついちゃってねって、うんうんうん、ついてない時もずっと全部疑いかけないと、うん、その認知のそのスルーに気づけないんですよ。うん、でこんなこと私も言ってますけど、毎回疑ってないですから、ずっとスルーしまくって、その中でたまに出会えてるだけでしかないので、うんうん、相当疑うっていうことを意識的にやらないと全部スルーしちゃってますからねという。わ、うん、かりました。それがテーマ。今日は、ね、だいぶすげえくだらねえ話から大事なところまで、ええ、盛りだくさんです。上げ下げがね、ケイズマ陽一先生のそこでやドーンの作り方よりも半端なかったなと私は思ってます。でもやっぱこの北のファンクラブ形式もいいですね。これは私大好きな形。ええ、ちょっと、これは火曜日で継続的にやっていきましょう。ああ、火曜日はこういうあれにします。そうですね。で、ちなみにね、北のファンクラブのあの形もゾーンの作り方だと思うんですよ。あれは握り締めを手放してますね。そのテレビ番組っていう形を。ああ、なるほど。そうなんです。面白い。じゃあ私たちもそういうテーマでいきましょう。そういうテーマでね。まあ、ね、やってみたり、真面目一辺倒でやってみたり。全く関係ない話やってみたりとかでやると、どっかに、あ、ここがいい場所じゃないっていうのが見つかるわけですね。確かに。ということで、皆さんワンパターンに陥らないように、ワンパターンはアンポンタンって覚えてください。ワンパターンはアンポンタンで、合言葉は何パターンもやっていきましょう。お疲れ様です。はい、じゃあ今日の朝で火曜日